どうもこんにちは。今のご時世、夫婦の3組に1組が離婚すると言われています。結婚後すぐに離婚する人もいれば、長年連れ添って離婚する人もいるし、年齢を重ねてから離婚する人もいます。50歳以上であったり、20年以上連れ添って熟年離婚した芸能人、有名人夫婦を衝撃度ランキング形式でまとめました。離婚原因やその後のエピソードも調査しています。まず第40位はジェリー・フジオさん。渡辺智子さん、歌手や俳優として活動していたジェリー・フジオさんとタレントの渡辺智子さんは1964年に結婚しましたが、1986年に離婚しています。離婚当時はジェリー・フジオさんの叫びたり &DV で離婚とワイドショーなどで報道されましたが、娘が母親の素行や男性関係を暴露したことでジェリー・フジオさん側に離婚原因はなかったことが判明しています。離婚後は一切会っていませんでしたが、ジェリーさんが亡くなる半年前の2021年3月にジェリーさんが渡辺さんに会いたいと連絡し、半年だけ復縁し家族の時間を過ごしたとのことです。そして第39位は横内正さんと堀越陽子さん。俳優の横内正さんは1981年に女優の堀内陽子さんと結婚しました。堀内さんは結婚後に芸能界を引退しましたが、2005年に雑誌内で離婚危機にあり、婚姻費用分担請求を行うことを明らかにしています。この暴露をきっかけに2006年に離婚が成立しました。続いて第38位は井上久志さんと西舘芳子さん。劇作家、小説家の井上久志さんと評論家の西舘芳子さんは1961年に結婚しましたが、2人の離婚原因は小松座でした。小松座の運営に西舘芳子さんが関わるようになると夫婦のすれ違いが起こってしまったようです。離婚の翌年に井上久志さんは米原由里さんと再婚、西舘芳子さんは不倫相手だった西舘徳夫さんと再婚しています。第37位は羽田美智子さんと広部俊明さん。女優の羽田美智子さんと水中探検家の広部俊明さんは2011年に結婚しましたが、2017年に離婚しています。羽田美智子さんは東京で女優活動、夫の広部さんは沖縄を拠点に仕事をしていたので、すれ違いが離婚原因の一つだったそうです。第36位は林隆三さんと青木和子さん。俳優の林隆三さんは俳優座養成所の同期である。女優の青木和子さんと1972年に結婚しました。しかし1996年に青木さんが離婚調停を申し立て、2000年に離婚が成立しています。離婚原因は林隆三さんの不倫で、離婚調停前に林隆三さんはマネージャーの女性と一緒に個人事務所を立ち上げたのですが、なんとそのマネージャーと不倫関係だったようです。続いて第35位は坂井真紀さんと鈴木伸さん。女優の坂井真紀さんは2009年に写真家の鈴木伸さんと結婚しました。離婚原因については発表されていませんが、離婚直前の2020年1月には夫の鈴木伸さんの不倫疑惑が報じられていますので、それが原因と思われます。そして第34位は竹脇無我さんと一般女性。俳優の竹脇無我さんは1970年に結婚して2人の娘が生まれましたが、戸明幸代さんや土田早苗さんなど共演した女優と不倫スキャンダルが報じられ、1997年に離婚するまでの十数年間は別居していたそうです。続いての第33位は吹越充さんと広田レオナさん。俳優の吹越充さんと女優の広田レオナさんは1994年に結婚しますが、吹越さんの女性問題で2005年に離婚しています。しかし2012年によりを戻して再婚したことが発覚しましたが、2016年に再度離婚しています。2度目の結婚は夫婦揃っていた方が娘さんの進学に有利だったことや、事務所を立ち上げるのに都合が良かったからとのことです。ちなみに2度目の離婚をした後は広田レオナさんは22歳年下の男性と結婚しましたが、吹越さんと広田さんはテレビ番組で共演することもあるなど良好な関係を築いているようです。第32位は萬屋錦之介さんと淡路恵子さん。萬屋錦之介さんは前妻と離婚した後1966年に女優の淡路恵子さんと再婚します。1982年に萬屋錦之介さんは歌舞伎公演中に倒れ重症筋無力症と診断され、
淡路恵子さんは看病しながら経済的にも支えるなど献身的に尽くしました。そのおかげもあり1984年に俳優復帰できましたが、その後によろずや金之助さんは元タカラジェンヌの高西木さんと不倫関係になったため離婚することになりました。淡路恵子さんと高西木さんは親友関係という泥沼状態でした。よろずやさんはその後に高さんと再婚しています。そして第31位は千葉真一さんと一般女性。千葉真一さんは1994年に女優の野際陽子さんと離婚し、それから2年後の1996年には再婚されるのですが、2015年千葉さんが自宅マンションで女子大生と密会しているところをスクープされます。千葉さんは1996年京都で人気ナンバーワンを誇る芸妓で、28歳年下の玉美さんという方と再婚されています。結婚後はアメリカロサンゼルスに移住し、同年に長男の真剣佑さん、2000年には次男のゴードンさんが誕生します。その後もお二人はロサンゼルスで暮らされ、結婚披露宴をしていなかったため、2010年には千葉さんの芸能生活50周年記念と披露宴を合わせて行われ、仲睦まじい姿を見せていたのですが、その2年後に帰国されると千葉さんは東京、玉美さんは出身地である京都で別居生活を始めました。千葉さんはそのことについて、彼女の故郷は京都ですからね、京都に来てくださいとも言われたけど、仕事もあるのでなかなかできない、長男の真剣佑は東京で頑張ってる、京都にいる次男は音楽を勉強していていずれ東京の学校に来る、その時に家族で暮らせるといいねと話していました。いつの頃からか離婚したい玉美さんから何度も判をついた、離婚届が郵送されていたというのです。そんな中、2015年4月、千葉さんが自身が借りているマンションに女性と共に入っていく姿がスクープされます。お相手の方はなんと千葉さんの54歳年下の22歳の女子大生で、お二人は2015年1月に知人の紹介で知り合われたとのことですが、千葉さんは週刊誌の取材に対し、54歳下の愛人、本当だったら嬉しいことだけど、彼女は外交官を目指して勉強する優秀な学生、お母さんから頼まれて米国の学校の相談に乗っているんです。3人で一緒に飯食ったり、家族ぐるみの付き合いです。僕が荷物を置いているマンションで彼女のお母さんも何度も来ています、とマンションでの密会疑惑も否定されていました。しかし在京メディア関係者によると、54歳年下の女子大生との不倫関係が報じられたが、あれはもはや不倫ではなく親権愛だそうで、彼女のことは2人の息子にも紹介済みだそうで、妻とはすでに離婚調停中だったようです。息子たちにはこの人と付き合うから離婚してもいいかと直接相談したそうです。それまで玉美さんとの離婚を渋っていた千葉さんも、この女性の存在により翌月の11月ついに玉美さんと離婚しました。ちなみに千葉さんと一刻も早く離婚したがっていた玉美さんは、お相手の女子大生に感謝しているほどだったそうです。76歳で54歳年下と不倫して離婚、アクションスターはスケールが違いますね。そして第30位は山寺宏一さん、田中理恵さん。人気声優の山寺宏一さんと田中理恵さんは2012年に結婚しましたが、2018年に離婚が成立しています。山寺宏一さんは57歳という熟年離婚でした。離婚原因は明らかにされていませんが、山寺宏一さんの女性関係ではないかと噂されています。田中理恵さんの前には声優の金井美香さんと結婚しましたが、2006年に離婚しています。その後18歳年下の田中理恵さんと結婚して離婚、それから2021年に32歳年下のタレントの岡田ロビン翔子さんと再婚しました。山寺さんは嫁が40歳前後になると離婚して、どんどん若い女性と結婚しているので、若い女性が好きで40歳くらいになると愛せなくなるのではないかと言われています。続いての第29位は深川俊和さん、土屋香織さん。元渋垣隊の深川俊和さんと元アイドルの土屋香織さんは2014年に離婚しています。49歳と50歳での熟年離婚でした。離婚原因は土屋香織さんの不倫と言われています。
2014年4月に土屋香織さんは割烹料理店の店主の男性との不倫が報じられました。ただ離婚したその後も2人の関係は良好のようで、元夫婦で徹子の部屋などに出演しています。第28位は黒沢久夫さん、林ひろ子さん。俳優で映画プロデューサーの黒沢久夫さんとタレントの林ひろ子さんは2003年に離婚しました。黒沢久夫さんは58歳という熟年離婚でした。離婚原因は明らかになっていませんが、生活のすれ違いや価値観の違いがあったようです。黒沢久夫さんは仕事中心の生活になる中、林ひろ子さんは芸能活動と子育て、家事などを両立させていたため、そこですれ違いが起こったようです。そして第27位は水前寺清子さん、小松明さん。水前寺さんは自身のブログで離婚報道に対し、今頃かい、朝から大笑いと短くコメントしただけ。一方、元夫の小松明氏はスポーツ報知の取材に答え、大好きだし今でも彼女は俺の体の一部と未練があるようにも伺えた。芸能界屈指のおしどり夫婦と言われた二人だが、妻の方は晩年をどうしても夫とは過ごしたくなかったのかもしれない。水前寺さんのデビューは19歳の時で、着流し姿で歌う涙を抱いた渡り鳥は多くのファンの心をつかみました。以来、一本どっこの歌や365歩のマーチが大ヒットし、 NHK 紅白歌合戦には22回連続で出場し、司会も4回務めました。そうした中で出会ったのが小松さんでした。サックスプレイヤーだった小松氏はバンドの指揮者も務めており、1985年の筑波万博で水前寺さんのバックバンドとして共演をしたのが初対面。小松氏は水前寺さんより6歳年下だったが、彼女から信頼され経理などの仕事をサポートするようになった。二人は1989年に結婚して以来、小松さんは個人事務所の社長として水前寺さんを支え、小松さんの社長としての手腕は高く評価されていました。二人が住む東京世田谷でもおしどり夫婦ぶりは評判だった。おしどり夫婦の姿が豹変するのは主に仕事の時だったそうです。水前寺さんがワイドショーに出ていた頃を当時を知る関係者が振り返りました。平日は水前寺さんは小松さんと離れホテルで寝泊まりしていました。だからか番組の放送直後、毎日のように小松さんからダメ出しの電話が鳴るんです。言い足りなければ翌日にまで持ち越される。水前寺さんは本当に辛いのとこぼしていました。二人の結婚披露宴やデビュー50周年コンサートで司会を務めるなど、夫婦と親交の深い映画評論家の浜村淳さんはこう明かしています。小松さんは事務所の社長としては優秀でいい人なんですが、夫としてはというのも、水前寺さんに対してとにかく当たりがきつかったんです。水前寺さんが歌い終わりステージから降りるや否や、なんだあの歌い方は、音程がずれているのに気づかないのかと小松さんの怒号が鳴り響くことがよくあった。6年前の50周年コンサートでもそんな光景を見ましたね。その時水前寺さんはうつむき黙って罵倒されていたそうです。社長として水前寺さんを指導していたとも取れるが、浜村さんの目には少々異様に映ったと話しました。事務所社長が所属タレントを大勢の前で罵倒する、一般社会ではパワハラとも取られかねない。こうしたスパルタでも彼女が我慢し続けられたのは、サポートしてくれる身内の存在があったからだそうです。デビュー当時からマネジャーとしてそばにいた姉です。しかし2017年にその姉が他界すると、小松さんがマネジャーも兼任するようになりました。この頃から小松さんと事務所のスタッフが仕事の方針をめぐって衝突することが増えたそうです。これまではお姉さんが緩衝材になってうまくまとめていたのですが、それがなくなったことで事務所内がギクシャクし始めたと関係者は言いました。浜村さんはこうも語っていました。少し前に水前寺さんの事務所からお知らせがあって、小松さんが社長を退き水前寺さんが後任だとびっくりしていたら、それからしばらくして離婚の報道です。水前寺さんが結局は耐えきれなかったのかな。公私ともにパートナーだったゆえ、仕事の問題が家庭にまで入ってくれば互いに逃げ場を失う、離婚の決断を下した背景にはこういった経緯があったのだろうか。
31年間連れ添った伴侶と別れて、今の心境はいかばかりか。人を元気づけ、励ましてきた365歩のマーチを、今度は自分自身に向けてもいいのではないだろうか。とはいえ、75歳での熟年離婚はすごいですね。続いての第26位は飯島直子さんと会社経営者さん。元祖癒し系女優の飯島直子さんは、チューブの前田信輝さんと2001年に離婚して、2012年に会社経営者と結婚しました。離婚原因は夫の女性関係だったようです。2019年には夫と舞台女優の不倫がスクープされています。そこから離婚の話し合いが始まり、2021年に離婚しました。飯島直子さんは53歳での熟年離婚でしたが、テレビに出演するたびに孤独を感じると語っています。そして第25位は飛鳥さん、矢島陽子さん。ミュージシャンの飛鳥さんと元アナウンサーの矢島陽子さんは2017年に離婚しました。離婚原因は、飛鳥さんは次のようにブログで語っています。お互いの胸の中にだけあります。私たちはお互いに応援し合う中でいることを約束いたしました。しかし離婚原因はほぼ間違いなく飛鳥さんの薬物問題と女性問題でしょう。2014年に飛鳥さんは覚醒剤で逮捕されていて、しかも不倫女性と決めセクしていたことが明らかになっています。さらに2016年にも再逮捕されました。また不倫相手の女性との関係も続いているようです。飛鳥さんの薬物事件について、警視庁は夫人から任意で事情を聞きたいとしていたそうです。ある音楽ディレクターはこう語ります。逮捕のきっかけは奥さんじゃないかな。薬で変わっていく夫にずっと悩んでいたようだし、音楽活動をやめてもいいから元の夫に戻ってもらいたいと思っていた節がある。この逮捕で元の家庭に戻れることが奥さんの願いだと思うよ。飛鳥さんにとって薬物依存から抜け出す方法を与えてくれたのが奥さんだとしたら、これに勝る家族愛はないでしょう。続いて第24位はラサール石井さんと一般女性。タレントのラサール石井さんは1979年に同じ劇団の女性と結婚しましたが、2011年に離婚しています。ラサール石井さんはその後2012年に24歳の大学生と再婚しています。長年連れ添った妻と離婚した翌年に30歳以上年下の現役女子大生と再婚というのは、元妻として複雑な気持ちがあるかもしれませんね。第23位は熊谷真実さんと中澤貴水さん。タレントで女優の熊谷真実さんは61歳の時に18歳年下で書道家の中澤貴水さんと離婚しました。突然中澤さんの方から別れたいと告げられたそうです。熊谷真実さんは中澤さんの故郷である静岡県浜松市に離婚の1年前の2020年に移住していますが、離婚したその後も浜松市に住んでいるとのことです。そして第22位は森進一さんと森雅子さん。演歌歌手の森進一さんと歌手の森雅子さんは2005年に離婚しました。離婚原因は仕事だったようです。森進一さんの意向で夫婦共演のジョイントコンサートを開くようになり、森雅子さんに辛労が蓄積していったと言われています。このような経緯で夫婦の信頼関係が壊れ、2005年には森雅子さんは過呼吸の発作を起こして救急搬送されるという事態に陥りました。あまり表に出たくない森雅子さんを引っ張り出したことが熟年離婚の原因だったのでしょう。第21位は杉良太郎さんと一般女性。俳優の杉良太郎さんは1998年に長年連れ添った一般女性と離婚しました。離婚原因は長年連れ添ったことによる倦怠期だったとされていますが、離婚の翌年には杉良太郎さんは演歌歌手の五代夏子さんと再婚しています。このタイミングから五代夏子さんとの不倫で離婚したのではないかと言われています。不倫の末の熟年離婚だったんですね。そして第20位は船越英一郎さんと松井和代さん。船越英一郎さんと松井和代さんは2001年に結婚しておしどり夫婦として知られていましたが、2015年頃からいろいろと夫婦仲が問題視されるようになり、2017年に離婚しました。57歳と60歳の熟年離婚でしたが、離婚前はかなり泥沼状態でした。松井和代さんは動画やブログで船越英一郎さんの不倫疑惑を断罪するような発信を続けていましたし、気候が目立つようになっています。離婚後松井和代さんは船越さんから名誉毀損で刑事告訴され、
書類送検されましたが不起訴処分となりました。続いての第19位は渡辺えりさんと土屋良太さん、同じ劇団で愛を育み、1996年に渡辺えりさんからプロポーズして結婚した2人でしたが、2019年に離婚を発表しています。離婚原因は価値観の違いのようです。劇団経営をめぐって意見が合わなくなり、それ以外でも考えが異なるようになったと土屋さんは語っていました。双方納得しての熟年離婚ということのようです。続いて第18位は坂本龍一さんと矢野顕子さん。坂本龍一さんと矢野顕子さんは1979年頃から不倫関係になり、1980年に坂本美雨さんが誕生し、双方離婚が成立した1982年に結婚しています。しかし1992年頃からは別居するようになり、2006年に離婚が成立しました。離婚原因は坂本龍一さんの不倫です。坂本龍一さんはマネージャーと不倫関係になり、そのマネージャーとの間に子供を設けています。離婚の話し合いは2001年頃から始まりましたが、慰謝料で揉めたと言われています。坂本龍一さんから矢野顕子さんに支払われた慰謝料は数億円だったと言われています。数億円払っても熟年離婚したかったんですね。そして第17位は米助さんと一般人女性。落語家でタレントの米助さんは2015年に40年間連れ添った奥様と離婚しました。米助さんは68歳での熟年離婚です。離婚原因は米助さんにあるようで、女遊びをして水商売の女に入れ上げて遊び歩くような奔放な生活をしていて、家庭の中で居場所がなくなり離婚することになったようです。68歳で奥さんからも子供からも見捨てられるのは自業自得とはいえ切ないですね。第16位は山城慎吾さんと花園ひろみさん。山城慎吾さんと花園ひろみさんは1966年に結婚しますが、1985年に離婚します。その後1991年によりを戻して復縁するものの、1999年には再び離婚しました。離婚原因は山城慎吾さんの度重なる浮気です。60歳前後での熟年離婚をして、2001年以降は山城慎吾さんは一人暮らしとなり、2005年に糖尿病で入院した後は事実上の引退となり、2009年に亡くなっています。花園ひろみさんは山城慎吾さんのお通夜、葬儀には参列しませんでした。そして第15位は貴乃花光司さんと河野恵子さん。元横綱の貴乃花光司さんと元フジテレビアナウンサーの河野恵子さんは2018年に離婚を発表しました。貴乃花さんが46歳、河野恵子さんが54歳の熟年離婚です。離婚原因は貴乃花さんの相撲協会からの引退のようです。相撲協会に退職届を出して引退会見をしましたが、このことは河野恵子さんにはきちんと知らせていませんでした。また貴乃花部屋を閉じたことで河野恵子さんのおかみさんとしての役割がなくなり卒婚となりました。ただ離婚したその後も2人は連絡を取り合っているそうです。第14位は西村雅彦さんと一般女性。俳優の西村雅彦さんは元劇団員の妻と1995年頃に結婚しましたが、2020年に離婚しています。離婚発表時は円満離婚を強調していましたが、実際はそういうわけでもなかったようです。西村雅彦さんは結婚直後から女性の噂が途切れることなくありました。また個人事務所の代表は愛人女性で、妻に出ていくように告げたとのこと。さらに乳がんが発覚した妻に弁護士を介して離婚するように告げたという極悪非道ぶりが報じられています。59歳で愛人がいて、がんの走行の妻を捨てて熟年離婚というのはあまりにもひどいですよね。そして第13位は橋幸夫さんと橋奈美子さん。演歌歌手の橋幸夫さんは1971年に結婚しましたが、2017年に74歳で離婚しています。離婚原因は橋幸夫さんの浮気です。橋幸夫さんは74歳で46年連れ添った元 CA の妻を捨てて50代の女性と再婚しました。74歳で熟年離婚をしてまでその女性と結婚したかったのでしょうか。そのエネルギーはすごいと思いますが、奥様、家族としてはたまったものではないですよね。続いて第12位は小室哲哉さんと恵子さん。恵子さんは2011年にくも膜下出血と診断され、高次脳機能障害が残りました。
そんな恵子さんを小室さんが献身的に介護していると思われていましたが、2018年に看護師の女性と不倫関係にあることが報じられました。小室さんは恵子さんに生活費を渡していなかったり、恵子さんの実家から多額の借金があったことも判明し、離婚問題は泥沼化していきましたが、2020年には離婚が成立しています。そして第11位は磯野桐子さんと一般人男性。磯野桐子さんはマネージャーの男性と2009年に離婚した後、2012年に24歳年下の一般人男性と再婚しました。しかし2019年に離婚が成立しています。離婚原因はお金と子供だったと言われています。磯野桐子さんのお金で遊んでいた夫にもうお金を出したくないと桐子さんが告げたら離婚だということになったようです。また自分の子供が欲しいと言われたとテレビ番組で話しています。24歳年下の夫と結婚した時点である程度はこのようなことになるのは覚悟していたと思いますが、それでもあまりにもひどいですよね。磯野桐子さんは55歳での熟年離婚となりました。そして第10位は高橋ジョージさんと三船美佳さん。高橋ジョージさんと三船美佳さんは1998年に結婚しています。24歳年下の三船美佳さんが16歳になった日に結婚したことで大きな話題になり、その後もおしどり夫婦として知られていました。今では普通に使われるようになったモラルハラスメントという言葉だが、10年ほど前にはまだ企業研修などで用いられる専門用語でした。そんなモラハラを一躍世に知らしめたのが三船美佳さんと高橋ジョージさんとの離婚劇だったのではないでしょうか。結婚から15年後の2013年11月、三船さんは長女を連れて東京世田谷区内にあった自宅を出ることになります。その後別居の理由が高橋さんの長年にわたるモラハラだったとして、彼女は離婚調停に臨むことになりました。だが離婚調停は不調に終わり、15年1月三船さんが離婚と親権を求める裁判に発展し、事態は泥沼の様相を呈すことに。ただ放送関係者を取材すると意外にもこんな見解がささやかれていました。このまま裁判が進めば本人同士の証人尋問が行われることになる。そうなれば三船さん側の主張するモラハラの実態が明らかになる可能性が高く、勝っても負けても高橋さん側が受けるダメージが大きい。そう考えると急転直下での決着もあるかもしれません。その言葉通り、翌16年3月29日には協議離婚の同意を得たため、訴えを取り下げたことを三船さんが自身のブログで報告しました。31日都内で記者会見に臨んだ三船さんは、今回の離婚成立はあまりにも急展開だったので私自身すごく驚いております。円満離婚、それから娘の親権、その両方とも勝利することができたのでありがたいと思ってますと語り、ハンカチを目に当てました。協議離婚の条件に慰謝料や養育費は一切なしだそうです。財産分与もこれからの話し合いでと、まずは離婚成立を第一に考えていたとした。一方で高橋さんが所属事務所を通じて主張したモラハラは一切なかったとのコメントに対しては、裁判の中でお互いに真実を話しましたのでと明言せずに交わすに止まったとスポーツ紙記者は語りました。続けてこうも語っています。皮肉なことに、この離婚裁判騒動により三船はバラエティ番組やイベントに仕事で引っ張りだことなった。一方高橋の方も妻子に逃げられた一発屋歌手役で NHK ドラマに起用されるなど、夫婦ともに仕事が急増しましたね。ただシングルマザーとなった三船にのしかかる経済的負担は大きいはず。それでもとにかく法的に一日も早く高橋と縁を切りたかった。会見での三船の笑顔にはそんな安堵が満ち溢れていました。ともあれ、改めてモラハラがクローズアップされた離婚騒動でした。続いて第9位は香川照之さんと元 CA 俳優、歌舞伎役者の香川照之さんは1995年に元 CA の女性と結婚しています。しかし2016年に21年間連れ添った奥様と51歳で熟年離婚しています。離婚原因は離縁ではないかと言われています。香川照之さんは2011年に9代目市川中車として歌舞伎の道に進みます。そして息子である
五代目市川男子も2012年に歌舞伎デビューしています。李艶の妻は裏方のことを全部取り仕切らなくてはいけませんが、それによって息子の学校との軋轢が生まれたり、長女の精神状態が不安定になったことで離婚になったと言われています。つまり香川照之さんが歌舞伎界に息子と共に入ったことが離婚原因ということですね。そして第8位は石坂浩二さんと浅丘ルリ子さん。俳優の石坂浩二さんと女優の浅丘ルリ子さんは1971年に結婚しましたが、2000年に離婚会見を開き離婚しています。表向きの離婚原因は石坂浩二さんの浅丘ルリ子さんに自分の母親の介護をさせるわけにはいかないというものでした。しかし石坂さんはそのわずか5日後に超スピード再婚していたそうです。お相手は石坂さんが主催していた劇団に事務員として所属していた加藤真理さんです。二人は石坂さんの母と三人で横浜市内の新居で生活しているようです。京都で取材に応じた石坂さんはこう語っています。なるべく早く入籍した方がいいと思いまして、と。離婚届提出&会見からわずか5日後の電撃入籍を解説し、喜びの涙まで見せたそうです。浅丘さんにも入籍をすでに電話で報告したそうです。浅丘さんも、よかったわね、東京に戻ったら3人で食事をしましょう、と話していたそうです。離婚の理由を母親の介護問題としていた石坂さん、実はすでに4年前から加藤さんが石坂さんの母の面倒を見ており、入籍は当然のけじめとも言えます。加藤さんは元は石坂さんが主催していた劇団の事務員で、雑用係をするうちに石坂さんの身の回りの世話もするようになった。離婚会見では愛人問題へのツッコミに声を荒げて、もし愛人問題があったらもっと早く結論が出ていたと思う、と堂々と語っていました。しかし家庭を作ることは考えています。もう60歳ですし、早ければ早いほどいいとしゃっかり含みも持たせており、その意味ではまさに有言実行でした。石坂さんと浅丘さんは長年の別居生活を送っていた仮面夫婦だったそうです。離婚するまでに危機説が出たのは30回以上。その度に加藤さんの存在が取り沙汰されていたが、石坂さんは身の回りの世話をする人と言い張っていた。ところがいざ離婚となると、わずか5日後の入籍という電光石火の早業でした。この熟年離婚は浅丘ルリ子さんの器の大きさと石坂浩二さんのずるさを感じさせるものでした。続いて第7位は八代亜紀さんと個人事務所社長。八代亜紀さんは元歌手でマネージャーの男性と1994年に結婚し、公私ともにパートナーとして歩んできましたが、2021年に離婚しています。離婚原因は明らかになっていませんが、一部報道によると元夫の不倫が原因ではないかと言われています。しかも不倫相手は八代亜紀さんが可愛がっていた同じ事務所の後輩歌手だったようなんです。これはラジオで浜村淳さんも暴露していました。八代亜紀さんとしてはそんな夫も後輩もいらないですね。70歳での熟年離婚になるのも納得です。第6位は渡辺謙さんと南果歩さん。渡辺謙さんと南果歩さんは2005年に結婚しましたが、2018年に離婚しました。離婚原因は渡辺謙さんの不倫のようです。南果歩さんは2016年に乳がんの手術を受けて療養していましたが、2017年3月には渡辺謙さんが不倫していることが報じられました。ただ南果歩さんは自宅に母と姉を呼び寄せて同居しているということなので、渡辺謙さんは自宅に居づらくなったという事情があったのかもしれません。2018年に50代で熟年離婚となりましたが、渡辺謙さんはその後2023年にその不倫相手の女性と結婚したことを発表しています。そして第5位は香坂みゆきさんと清水圭さん。女優の香坂みゆきさんとタレントの清水圭さんは2023年に熟年離婚したことを発表しました。離婚原因は明らかにされていませんが、清水圭さんが京都への移住を考えていて、それに香坂みゆきさんが反対したからではないかと言われています。第4位は田中美佐子さんと深沢邦之さん。女優の田中美佐子さんとお笑いタレントの深沢邦之さんは2023年に離婚を発表しました。1995年の結婚時は田中美佐子さんが7歳上で、しかも格差婚だったために大きな話題となりましたが、電撃離婚で世間を驚かせました。
離婚原因は明らかにされていませんが、2017年のインタビューで田中美佐子さんは次のような結婚観を明かしています。だから逆に結婚を負担に思わずに、私は3回4回してもいいと思ってますって。ダメですか？この頃から深沢さんとの離婚を考えていたのでしょうか。続いて第3位は片岡鶴太郎さんと一般女性。2012年頃からヨガに傾倒していき、毎朝4時間のヨガを実践しているとのことです。それから2時間かけて朝食をとる、これを毎日欠かさず行っているそうですので、奥様としてはついていけないと思ったのかもしれません。ヨガのために60代で熟年離婚するというのは、奥様にしてみたらやりきれないものがあると思います。そして第2位は石橋貴明さんと鈴木保奈美さん。1998年にバツイチ同士で再婚、その後に三女を授かるなど幸せそうに見えた2人でしたが、不倫略奪愛から23年間で夫婦生活にピリオドを打ちました。夫婦関係は解消されるも、鈴木保奈美さんは石橋さんが社長を務めるアライバルに今後も女優として所属し続けるようです。スポーツ紙芸能デスクの記者はこう語ります。1994年にモータージャーナリストの河合和仁氏と電撃入籍するも、婚姻中に自宅とは別のマンションに引っ越したりと、早々に仮面夫婦説が流れるなど、3年も経たずに離婚した保奈美。結婚前にはテレビ局プロデューサーの既婚男性との不倫も報じられていただけに、一部ではこの男性への当てつけともされた初婚でした。そんな騒動も冷めやらぬまま、石橋と再婚と魔性ぶりは健在と言われたものです。一方の石橋さんは再婚発表のわずか2週間前、1998年10月に元モデル妻の M さんと離婚が成立している、鈴木さんとは妊娠3ヶ月のできちゃった婚だったそうです。スポーツ紙芸能デスクの記者は石橋さんについてこう語ります。意気揚々と結婚会見に臨んだタカさんでしたが、保奈美との出会いや交際期間に話が及ぶと急にしどろもどろになったり、ギャグでごまかそうとする場面もありました。そりゃそうでしょう、 M さんとは2週間前に別れたばかりなんですから。とはいえ、前妻とは早々に別居して離婚宣言をしていただけに、お金の問題で揉めていたとの見方です。保奈美の妊娠がスクープされる前に決着をつけたいという思惑もあったのでは。この時の鈴木さんとの結婚会見では、石橋さんの浮気を危惧する質問も向けられたのだが、苦笑いする彼の横で不敵な笑みを浮かべて、私がいるから大丈夫でしょうと言い放った鈴木さんは、まるで彼は私の手中にあるとでも言わんばかりの自信に満ちた笑みに、当時反応したのが石橋さんの元妻 M さんでした。特に彼女が怒りを見せていたのが、離婚成立を急いでいた石橋さんの行動だったそうです。不倫だったんですよねと肩を落とし語り始めた M さんは続けて、離婚してから保奈美さんとの関係を分かったって遅いんですよね。やられたという気持ち、むしろ母としての立場で腹が立ちます。主人と保奈美さんの2人がここにいたならぶん殴ってますよ。なぜもうちょっと時期時間を置かないの。石橋さんと鈴木さんの関係を知ることなく、要求されるがままに離婚届に判を押していたという M さんですが、仮に夫婦生活の破綻が夫の浮気であれば、支払うお金にも多少なりの影響が出たと思われるだけに、やられた M さんに対して、してやったりの鈴木さんだったのでしょうか。芸能リポーターはこう語ります。昨年から高級マンションを購入したり個人事務所を設立したりと、離婚に向けて準備をしてきた保奈美さん、仮に今回の離婚が彼女による一方的なものだとしたら、タカさんとしては生きた心地がしなかった数ヶ月だったことでしょう。結婚を機に引退した妻を大事にしてきたはずですが、奔放ぶりも健在だということ、石橋さんと M さんとの間に生まれた長女で女優の石橋ほのかさんは、くしくも1ヶ月前の父の日に、ハピハピファザーズデーと幼い自分とプールで遊ぶ父子の写真をインスタグラムに投稿しました。同じくインスタには若かりし頃の、そして若々しい現在の M さんの姿もあり、 M さんは今の鈴木さんと離婚した前夫を見て何を思うのでしょうか。そして第1位は市村正親さんと篠原涼子さん。
市村正親さんと篠原涼子さんは不倫の末に結婚し、二人の子供に恵まれましたが、2021年に市村さんが72歳で離婚を発表しています。市村正親さんが72歳の熟年離婚で、親権は市村さんが持つと発表されています。離婚原因はコロナ禍で感染予防のために別居したことで、すれ違いが起こったとも言われていますが、篠原涼子さんが男性との密会を複数報じられたことではないかとも言われています。熟年離婚した芸能人、有名人の衝撃度ランキングをまとめました。熟年離婚の原因を見ると、大抵は夫側が不倫をして離婚するというケースが多いように思います。離婚原因はその夫婦にしか分かりませんが、熟年離婚はやはり老後のことを考えてしまいますね。昨今の離婚率や不安定な芸能界のことを鑑みると、2024年はこのランキングに入るような熟年離婚があるかもしれませんね。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。